はい、皆さんこんにちは、アーシスです。トイックです。じゃあね、 FF7 やっていきましょう。プリシラちゃんがね、プリシラちゃんを助けたので、ちょっと今死にそうなので、死にそうっていうか MP ないので、宿探そうか。宿が欲しい、宿が、泊まりたい。ちょっとお入り。え、おう、誘われたけど、おばあちゃんに話は聞いたよ。ああ、そうそうそう、プリシラを助けたんだよ。あんたたちも疲れただろう。ああ、やった、ただで休ませてくれる。しかもちょうどよく ベッド3つ。宿屋ただ、ベッドねえよ。ゆっくりしていっておくれ。うわあ、すげえ楽しい、この3人休んでくよ見ず知らずの人間を3人家に置いてって、おばあちゃん出かけちゃった。この3人で泊まるって夢広がるだろう。え、そういえば夢来たな。またあんたか。あんた誰だ。そのうちわかるさ。それより5年前、ニブルヘイム、あの時ニブルさんへ行った時、ティファがガイドだったよな。うん。ああ、驚いたな。でもそれ以外、ティファはどこにいたんだろう。え、そうなの。せっかく久しぶりに会えるチャンスだったのに。うん、そうだな。どうして二人きりで会えなかったんだろう。わからない、はっきり覚えてないから。なあ、ティファに聞いてみろよ。ああ、え、意味深だな。何それ、音楽がなんか変わったし。うん、俺とセフィロスがニブルヘイムに行ったとき、ティファはどこにいたんだ。あったでしょ。うん、まああったよね。それ以外の時間だ。5年前なのよ。覚えてないわ。ね、それより外の様子が変なの。早く来てクラウド。うわぁ。何やる。何、え、何、過去に何があったんだろうな。うっそ、超気になる。何これ。しかもお祭り始まってるし、ここ数十年耳に入ってくるのは神羅のことばかりなんじゃ。魚の話ばかりをしていた。昔が懐かしいね。あ、俺魚倒しちゃったよ。いや、あれは魔物だろ、もう。あ、やべえ、みんなが集結している。クラウド寝坊だな。女の子が目を覚ましたらしいの。あ、プリシラちゃんね。じゃあ行ってきましょうか。なんだいこの音楽は。うるさくて頭にくるよ。ねえ、なんだか様子が変でしょ。急に騒がしらしくなって。確かに様子が変だ。ゲーム内でも流れてる音楽なんだな。プリシラちゃんだ。もう大丈夫なのか。助けてくれてありがとう。シンラのやつと間違えちゃってごめんね。構わないよ。お兄ちゃんたちにいいもの投げる。やった。なになになに。海のお守りなのよ。大事にしてね。シバ、すげえいいものくれた。シバくれたし。うん、この音楽はなんだ。ずいぶん賑やかじゃねえか。これはシンラの新しい社長の。あー、そういうことか。ルーファース、これは挨拶に行かなくちゃな。ここはね、じいちゃんばあちゃんが子供の頃にはとても綺麗な海岸だったって。ほうほうほう。でもシンラが上の町を作ってから日も当たらなくなったし、海も汚れちゃって。そんな話を聞いて育ったから、私シンラが肉らしくてしょうがないの。ルーファウスもここから海を越えるつもりなのかな。そうだよね、港って言ってたもんね。うん、クラウドよ。ルーファウスにとどめを刺さなかったのか。すまん。ほうほうほう、なんとかして上の町に来てえな。柱でもよじ登るか。さっきなんか柱に上って書いてあったよ。エレベーターもあるし。柱の下は高圧電流が流れてるのよ。むやみに近づいたら危険よ。確かに電流マークも書いてあった。
でもイルカさんの力を借りればなんとかなるかな。やっぱさチコじゃん。チコ7つの海じゃん。俺見てないからわかんない。高圧燃料の柱ね。こういうことはクラウドがうまくやってくれるのよね。そうね、あの子のことはクラウドに任せましょう。任せたぞクラウド。幼女担当になってる。え、なんどういうこと。すっげえ嬉しいけど俺。ちょっと待てよ。普通は面倒ごと当てられてる感じなんだけど、ね、いやよね、そうよね。あの子についていかないのか。ここでしょ、ほら。このさ、上にさ、矢印が書いたんだけど、ほら。うん。で、高圧電流。ほんとだ。シンラの新しい社長さんの顔を拝んでみたいぜ。イケメンだぞ、イケメン。バレ、え、バレと会ってなかった。確かに。俺たちはなんか、シンラだ、シンラだじゃねえ。アバランチだとか言った気がするわ。お兄ちゃん、ちょっと見ていて。来たー。後ろからなんか黒人来たー。巨漢が近づいてきたな。すげえゲーするし。見せてもらったぜ、イルカのジャンプ。すごいもんじゃねえか。すごいでしょ？このホイッスルを吹くとイルカちゃんがジャンプしてくれるの。はい、ホイッスルをお兄ちゃんにプレゼント。やったー。これは、ミニゲーム入った。海に入ってホイッスルを吹くとイルカさんが柱の上までジャンプさせてくれるわ。うん、四角ボタンでイルカを呼ぶと。うん、柱の上の方に棒が突き出してるの。位置を合わせてジャンプすれば棒に乗って上の町まで登れるはずよ。え、むずくね。もうやってみるか。やってみようぜ。ちゃんとうまくやってくれよ。わからん。ちょっと待って待って待って。人にやって感覚つかんでいくしかないんじゃない。ピッ、はい。なミニゲームなんかむずいの多いんだよ。この影の位置は、うん、乗れ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 。あー来た。乗れた。え、落ちそう落ちそう。え、これどっち行く。登れた登れた。やったやった。長かった。すっげー繰り返したな。すげー危ないとこ引く腕。お、動ける。お、なんかすげえアイテムある。あれはなんだ。待って、俺にアイテムくれ。あ、アイテムじゃない。下がった。エレベーターだったか。え、この視点何。ちっちゃちっちゃ。あの飛空艇らしきものを映すためにかなり下がってるんだろう、カメラが。なんかここに隠れるポイントあるけど。すげえ視点だ。ちょっと待って、なんか押しといた方が、あ、出てる。出てる出てる。これね、一旦押したらね、ずっとその判定は残ってるっぽい。おお。大丈夫だった。あ、え、すまんです。着替えてきます。ほら、着替えろ。はい。
着替えようぜ。着替えると。懐かしいな。あ、そうか、元社員だもんね。うん。青か。ほう、似合っとるじゃないか。お前、お迎えの仕方覚えてるだろうな。いや、知らんですわ。忘れたって顔して、顔だな。しょうがない、教えちゃるわ。ほう、自分と同じようにやるんだぞ。会長、自分らが手伝うであります。すげえいいやつ。いい信頼兵だ。お、見せてやれ。はい。まずは行進。はい、パレードであります。では自分の歌声に合わせるであります。静粛に。ああ、ああ、こりゃこりゃ。三杯。おいっちにおいっちに。隣の兵士と歩調を合わせて、おごそかに勇ましく歩くであります。みんなの歩調があったら、銃を掲げるであります。まだまだです。銃を掲げるときは丸ボタンを押すであります。おお、なるほどね、うん、練習しとくとあります。おごそかに勇ましく歩くでありますよ。はい、みんなの補助があったら銃を掲げるであります。え、よくわからねえ。今練習できてない練習できてなくね、これ練習できてなくね。まあいいや、まあいいや、行こうぜ。え、なんとかなんだろう。ならんよ。わあ、さあ本番だ。失礼のないようにな。おーし、終わった、これは終わった。お祭りだ、死んだ万歳。さあ、俺はどこにいるのかな。おごそかに歩くであります。歓迎パレード開始します。おごそかに勇ましく、俺がいない。あ、ルーファーズいかないな。はい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 、ちゃんとついていって行くであります。すげえ、なんだここ、かっこいいけど海が汚くなる。だな、あの下に村があるんだな。それは確かにかわいそうだわ。で、こっからよ、こっからよ、きっと俺の仕事が始まる。シスの仕事とは。いかん、誰もおらん。は？遅刻した？さっきここ通ってたからな。こら、新入り。え？近道？うむ。それはいい作戦だ。え？近道？はいはいはい、俺これか。よし、パレードの先頭に追いつけ。行くであります。入れない。入って。よし、よし。こっからこっからこっから。テレビ視聴率？え？うん。ちゃんとさっきの練習を活かせよ。は？いいか、うまく入り込むんだぞ。俺がまだいない気がするぞ。あそこに。なんでダメだった今。おい、視聴率上がったぞ。え、なんでダメだったの。よかったでしょ。え、なんでダメなの。は、やべえ、視聴率が。走っちゃいけないってこと。え、わからんわからん。
ダメだ、この視聴率もダメだ。もっと早めに貼るけってこと。え、なんで、なんで入れてくんないの。意味がわからない。視聴率終了のお知らせ。すっ、え、戻ってきた。何がダメなのこれ。何がダメなんだろうな。うん、お、視聴率回復してる。は？ 4% ゼロになる。シンナの評判を落としたのとはいえ、こんなことやってダメだよ、シス。あ、すまんです。手榴弾じゃん。死んでもったいね。よし、間に合った。おう、ルパ様。これ静かに並んどれ。一歩たりとも動くなよ。ご苦労。飛空艇はどうしたんだ。大陸間移動可能な飛空艇はまだ準備中なんですよ。もう3日待っていただければ。空軍のゲルニカもか。なるほどね、3日間あると。ほら、ガハ動こうとするな。船の準備はいいのか。それではすぐに。はい。というわけで船が出ると。やべやべ、すっげえ殴られてる、すっげえ殴られてる。殴られ損だったら、災難だったな。本当だよ、災難だよ。ああ、セフィロスか。いや、すげえ難しかった。ルールがよく分かんなかったし、スタボロだったもう兵士たちが何人か殺されてな。その後行方不明さ、あの英雄セフィロスだって噂だぜ。ほら、速やかに解散せ。はーい。え、俺は？俺は？おい、お前、軍隊を舐めとるんだ。怒られてる。知らんね。タルンドル、お前は休み時間なーし。軍隊を舐めとるな。本日、次の指令は港でルーファウス様お見送りだ。まだあるのか。手伝うであります。はい、いいやつら来た。自分の号令に合わせてお見送りの決めポーズをするのだ。本日の号令はフォーメーション名になっとる。よく覚えとけ。はい。ジュノン軍隊式お見送り始め。方向キー左右レフトライトターン三角ボタントライアングル。もう三角って言われてるから三角押しなさい。なるほどね。そういうことか。押してないで。え、でもこれ押しても何でもないよ。これ、ダメ？うん、聞かない聞かない。ここでは。いやいや、今からは。はい、丸ボタン。俺、三角ボタン。トライアングル。四角ボタン。俺、ボタンの位置分かんねえぞ、見ないと。バツボタン。左。右。分かったであります。完璧であります。任せろ任せろ。スペシャルポーズ別に
お前に決めさせてやる。得意の決めポーズやってみろ。そうだな、俺の得意なのはレベルアップ。おーし、スペシャル決まった。いくぜ、今度こそリベンジしようぜ。1回目ボロボロだったからな。手前に、やべ、俺遅れてる遅れてる、急いで急いで。え、今の手前のハゲについてはスルーですか。孫さん、おい、港に集合だよ。あ、港こっちじゃない。え、港？港どこ？港どこ？いやいやいや、港どこ？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 さっき NPC たちどっちに行った？お、うん、昼間から叫びたり。あ、トンさん、ハーゲのとこ来ちゃったじゃん。今日貸し切りなんすよ。あ、そう、すんません。へぇ、あ、話さないの。ほう、あ、出れなく、あ、危ない危ない。え、これこいつこいつ、何このハゲの集合。これね、もうこれ以上話せないんすよ。あ、ルードさん、お前もそうなのか。お、マスク取ってこいよ。取りたいぜ取りたいぜ。いや、ダメだろ、ここじゃないと。こっちこっちこっち、こんちゃーす。入って入って。OK。サボってる。お、チャンス。いらっしゃい。買う。おー、なんかいろいろ。いろいろあるよ。蘇生あるじゃん。すげえじゃん。封じるとかあるよ。サイレスとかそういう系じゃん。封じ、じゃあ一個ずつ買っていこうか。封じる。蘇生。OK。ありがとう。あ、港行こうか。ここだここだ。明らかにただの家じゃねえか。港ねえし。ほう、入ってよろしい。ヤッキー。怪しい怪しいとこ来た。え、何を復習したいんだ。ああ、まあ、初心者の館的なやつだな。ああ、これでも同じか。これはいいな、もう。うん。あ、なんかある、なんかある。あ、敵の技だって。おお、三つ目か。すげえいいもんゲットした。つけようかな。枠がないからな。お、リミット技について演説を一つどうぞ。こんなところだ。マテリアの話いらんぜ。で、ここでもないと。明らかに港じゃないだろう、家の中入った時点で。いやあ、おいてもあった。マインド、お、新羅兵のおもちゃ手に入れた。お、ラッカプ手に入れた。なんかすげえいっぱいアイテムあるじゃん。ここの辺なんか全部ちゃんと見ていこうかな。そうだな。お、すげえ、パレードなんて行きませんよ。確かにね、パレードなんか行かないで俺をアイテム集めに頑張る。チャンスチャンス。超なんかいろんなもある。めっちゃ吠えられてる。これ家探索タイムだな。いらっしゃい。
分ぐらいかとか5分台切れてる。え、もう全部行ったんだけど。ん？港行こうよ。ティーン。武器が欲しいのかい？すげえ、ハードブレーカーが変える。攻撃力上がるな。あ、買ってこ、買ってこ、買ってこ。ハードブレーカーと、うん、うわ、超マテリアルな RC。これと、ティファもいるよね。まあ今パーティーに出てる3人分買えばいいんじゃない。ブーメランもいるよね。あ、お金がねえ。よし、なんとかお金を調達したんでこれが買えると。いやー、もういろいろ売ったね。かなり重要なアイテム売ってたらちょっとショックだわ。いや別に重要なアイテムなんて売れないようになってるから大丈夫だ。はい、というわけでね、今回ここまでにしましょうか。港にはつけませんでした、はい、というところで最悪だ皆さんどうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。